2022年4月12日、訪日したイタリアのグエリーニ国防大臣と岸防衛大臣が防衛省にて会談を行ったよ。この会談により、日本が進めている F2 戦闘機の代替機、いわゆる次期戦闘機についてイタリアもその計画に関与する可能性が高まったとされているな。イタリアも力を貸してくれるってことかな？いろんな国の協力があって心強いね。そうだね。さて今回は、次期戦闘機開発計画の協業先にアメリカ、イギリスに引き続きイタリアが加わる可能性も浮上したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の次期戦闘機開発は、2035年頃より退役を始める予定とされている現行の F2 戦闘機の戦力を補完すべく推進されているもので、日本が主導で行う方針を堅持しつつ、海外の軍需航空企業の協力を仰ぐ方向にあるよ。これまでに日本の次世代戦闘機計画への協力が有力視されているのは、まず西側諸国の第5世代戦闘機の代表たる F-35 ライトニング2を擁するアメリカのロッキード・マーチン社であり、同社に技術的な支援を仰ぐことはほぼ規定路線とされているんだ。さらに2022年頭には次世代戦闘機の機関部についてイギリスのロールス・ロイス社との共同開発が決定しており、日本側で同期の試作エンジンと目されてきた XF9 を手掛けた IHI 社とともに、今後はその開発が進められていくこととなっているぜ。名だたる企業との共同開発でどんな戦闘機になるのかワクワクするね。日本の次世代戦闘機と同様にイギリス自体も第6世代戦闘機開発を進めており、これは FCAS フューチャーエアコンバットシステムと呼称されているんだけど、その中核となるのは有人戦闘機であるテンペストプロジェクトだね。このテンペストプロジェクトにおいてもロールス・ロイス社はその機関部の開発に従事しており、第6世代戦闘機の要素として必須と考えられている高い発電能力を備えた機関部の開発について主導的な役割を担っているんだ。もともとこのテンペストプロジェクトに日本も合流することをイギリスは歓迎していたと言えるが、前述のように日本は次世代戦闘機についてその前提に自国主導を強く掲げていたことから、それは実現してはいなかったんだよな。イギリスと日本とはこうした次世代戦闘機への機関部の共同開発以外にも、レーダーセンサ類での協業も進められており、太平洋戦争後にほとんどアメリカ製の兵器一辺倒だった中で、新たな取り組みとして捉えられているよ。今回冒頭で述べたイタリアもイギリスが主導して進めているテンペストプログラムにスウェーデンと共にすでに参画しており、その意味において日本の次世代戦闘機にイギリスが関与することが決定した時点でこの流れも多少は予測できたよね。ヨーロッパではイギリスが主導するテンペストプロジェクト以外にも、もう一つ別の FCAS フューチャーエアコンバットシステムに関する計画が存在しており、今後その動きにも大きな注目が集まりそうなんだ。FCAS について詳しく、もう一つの FCAS フューチャーエアコンバットシステムとは、フランス、ドイツ、スペインが中心となって進めている計画であり、NATO 内においてその実現を競うものとなっているよ。イギリスと日本とはこうした次世代戦闘機への機関部の共同開発以外にも、レーダーセンサ類での協業も進められており、太平洋戦争後にほとんどアメリカ製の兵器一辺倒だった中で、新たな取り組みとして捉えられているよ。今回冒頭で述べたイタリアもイギリスが主導して進めているテンペストプログラムにスウェーデンと共にすでに参画しており、その意味において日本の次世代戦闘機にイギリスが関与することが決定した時点でこの流れも多少は予測できたよね。ヨーロッパではイギリスが主導するテンペストプロジェクト以外にも、もう一つ別の FCAS フューチャーエアコンバットシステムに関する計画が存在しており、今後その動きにも大きな注目が集まりそうなんだ。FCAS について詳しく、もう一つの FCAS フューチャーエアコンバットシステムとは、フランス、ドイツ、スペインが中心となって進めている計画であり、テンペストプロジェクトと同じ NATO 内においてその実現を競うものとなっているよ。日本の次世代戦闘機計画やイギリス主導のテンペストプロジェクトは、2035年前後での実戦配備を目指して進められているんだけど、フランス、ドイツ、スペインの FCAS フューチャーエアコンバットシステムは同2040年代と少し遅いんだよね。ここで興味深いのは次世代戦闘機計画の日本、テンペストプロジェクトのイギリス、イタリアは共に第5世代戦闘機の F-35 ライトニング2を導入している国々であり、フランス、ドイツ、スペインはこれまでその予定はなかった点じゃないかな。ただしドイツはロシア軍によるウクライナ侵攻を受けて航空戦力の強化を余儀なくされており、特に NATO 加盟国で自国で核兵器を保持していない国の義務であるニュークリアシェアリングを満たすために大きな変更が行われそうだぜ。これはドイツは FA-18 をアメリカから調達して当面のニュークリアシェアリングの義務を満たし、以後は FCAS フューチャーエアコンバットシステムの完成を待って、その代替を進めるものと見られていたがこれが不可能となったためだな。
この展開はアメリカが戦術核兵器の運用能力を FA-18 に統合することを行わないと確定したことから生じており、ドイツとしてはその手段が断たれたために現行の機体でその条件を満たす選択肢としては、F-35 ライトニング2しかなくなってしまったと言えるってわけ。ロシアのウクライナ侵攻はドイツの戦闘機計画にも少なからぬ影響を与えていると思われるが、このまま西側諸国からの支援兵器を活用したウクライナ軍の反撃が功を奏せば、ロシア軍が戦術核を使用する可能性もさらに高まるかもしれないな。いずれにせよフランスらとの FCAS フーチャーエアーコンバットシステムによる、戦闘機調達で航空戦力の充足を目指していたドイツは、一旦方向転換を強いられ、戦術核の運用のために F-35 ライトニング2 A 型の調達を行うだろうな。ちなみに日本は F-35 ライトニング2を A 型105機、B 型42機の合計147機調達を計画しており、こうして見てみると本国のアメリカ以外でまとまった数の F-35 ライトニング 2B 型を調達しているのが、日本、イギリス、イタリアの三角になんだね。現状でその他にはシンガポールが若干と韓国が航空母艦用に採用する可能性があるのみだな。そうした中でイタリア空軍の高官は2011年秋に自国も参加しているテンペストプロジェクトと、フランス、ドイツ、スペインの FCAS フーチャーエアーコンバットシステムとが集約されるべきとの発言をしているよ。この見解の元となっているのは、フランス、ドイツ、スペインの FCAS フーチャーエアーコンバットシステムでは、フランスの脱走者やエアバス社の意向がより強く反映されており、自国のイニシアティブが発揮できないことが理由にあるんだ。こうした見方は実は FCAS フーチャーエアーコンバットシステムに参画しているドイツ空軍側からも提起されており、かつて空中分解してしまったユーロファイタータイフーンの時の教訓を踏まえていることが伺えるね。経済的な合理性から鑑みれば、今や世界のごく一部の国家を除いて、戦闘機の開発を自国のみで手掛けることの費用的な負担は大きく、開発のリソースが分散されてしまう危険性を同じ NATO 加盟国で犯すべきではないとの意思を感じさせるな。ただし先進国の集合体である NATO 加盟国は、特にその中で大国であるイギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどは伝統的に自国内に少なくない軍需関連企業を抱えており、その維持や利得を考慮した場合に容易に統合することは困難だろうぜ。ウクライナ戦争の趨勢はこうした NATO 諸国の戦闘機をめぐる内部の争いにも大きな変革をもたらす契機となりそうだけど、日本からしてみれば周囲に戦闘機の共同開発が行える国家が複数あるという部分は一面羨ましいとも感じられるかもね。経済的な合理性から鑑みれば、今や世界のごく一部の国家を除いて戦闘機の開発を自国のみで手掛けることの費用的な負担は大きく、開発のリソースが分散されてしまう危険性を同じ NATO 加盟国で犯すべきではないとの意思を感じさせるな。ただし先進国の集合体である NATO 加盟国は、特にその中で大国であるイギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどは伝統的に自国内に少なくない軍需関連企業を抱えており、その維持や利得を考慮した場合に容易に統合することは困難だろうぜ。ウクライナ戦争の趨勢はこうした NATO 諸国の戦闘機をめぐる内部の争いにも大きな変革をもたらす契機となりそうだけど、日本からしてみれば周囲に戦闘機の共同開発が行える国家が複数あるという部分は一面羨ましいとも感じられるかもね。台湾もアメリカからの兵器調達も希望通りとはいかず、やむを得ず潜水艦や戦闘機の国産化を余儀なくされている現状があることを目にするにつけ、日本の置かれた地理的政治的環境には不安を禁じ得ないよ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、言葉についてだよ。みんなはニヤけると聞くとどんなことを思い浮かべるかな？ニヤニヤするとかうすら笑いとかそういう風に思い浮かべるね。やっぱりそうだよね。でも実は意味が全く違うんだ。じゃあどんな意味だったの？それじゃあ解説していくね。まずニヤけるの語源なんだけど、ニヤけるは漢字で若げると書き、若げという単語を動詞化した言葉となるそうなんだ。若げは鎌倉室町時代では男色を売りにしている若い男性を指す言葉とされていました。このことから転じて男が女のようになよなよするという意味となったそうなんだ。そうだったんだ。ん？ってことはニヤけるの本当の意味はなよなよするってことになるのか？そういうことだね。ニヤけんなて言ったら、なよなよするなて言ってるのと一緒なんだね。そういうことだね。でもそんなこと言っても今の時代の言葉になっているから、多分誰もわからないと思うね。でもみんながこれを機にこの雑学をみんなに披露してくれたら嬉しいな。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。